チャンダー・サー・ヒブは南インドの対立カルナータカ大使。本名はフサイン・ドースト・ハーンといった。チャンダー・サー・ヒブはカルナータカ大使・ドースト・アリー・ハーンの娘婿であり、またその代理人でもあった。1734年、マドライ・ナーやカーサで内乱が起きた際、カルナータカ地方政権は遠征軍を派遣し、チャンダー・サー・ヒブは この遠征の総大将であったギリの兄弟、サフダル、アリーハーンを支えた。この時、彼らは、ティルチラーパッリとマドライを横切り、ケーララ地方のトラバンコール王国を席巻した。1736年、マドライ・ナーヤカーサで内乱が起こったため、チャンダー・サー・ヒブは、ティルチラーパッリに行き、その女王ミーナーク氏共に反乱を起こしたバンガル、ティルマライ・ナーヤカを破った。だが、彼は、 その直後にミーナーク氏を捕らえ、自身がマドライナーヤカーサを支配すると宣言した。さらに、チャンダー・サー・ヒブは、この勝利に乗じて、同年4月には、タンジャーブール・マラーター王国の首都タンジャーブールを包囲し、1739年以降は、さらに圧力をかけた。同年2月、チャンダー・サー・ヒブは、タンジャーブール・マラーターをシャー・フー・ジー2世に対し、 フランス東インド会社にカーライカールを割上するように要求し、同年4月に拒否されたものの、7月にはこの地を割上した。そのため、シャーフー G2 世は、ナーガパッティナムのオランダ東インド会社や、セントデイビッド要塞のイギリス東インド会社に接近して助力を求めたが、失敗に終わった。チャンダー・サーヒブはこの企みを知り、タンジャーブール・マラーター王国は侵攻した。 シャーフー G2 世は、マラーター王国に、救援の手紙書いたが間に合わず、首都タンジャーブールは落とされ、シャーフー G2 世を排した。タンジャーブールは、チャンダーサーヒブの支配下にあったが、1740年になってようやく、シャーフー G が、マラーター王国に送った援軍要請により、ナーグプルのボーンスレー家が大軍を引き連れてやってきた。その軍勢が、 カルナータカ大使の領土に侵入すると、チャンダー・サー・ヒブはその援軍に向かった。同年5月20日、チャンダー・サー・ヒブは、大使ドースト・アリー・ハーンと共に、ダーマルチェルブで、マラーター軍と戦った。だが、大使は殺害され、チャンダー・サー・ヒブは、戦場から逃げた。ドースト・アリー・ハーン殺害後、チャンダー・サー・ヒブはその息子、サフダル・アリー・ハーンとの間で、大位をめぐって争ったが、後者が、 ラグージー・ボーンスレーの指示を得て、11月16日に、新大使となった。一方、チャンダー・サー・ヒブへと逃げ・エトニュティルチラー・パッリーに牢上したが、1741年、初頭に、ティルチラー・パッリー包囲戦で捕虜になり、マラーター王国の首都、サーターラーへと送られた。アンワール・ティン・ハーン1742年10月13日、サフダル・アリー・ハーンはいとこ。 ムルタザー・アリー・ハーンに暗殺されたが、ニザームがこれに介入した。これにより、サフダル・アリー・ハーンの幼少の息子、サーダ・トゥラー・ハーン2世が大衆位を継ぎ、その後権役に、ホージャ・ブドゥラー・ハーンが任命された。また、ニザームとカルナータカ大衆の軍勢は、ティルチラ・パッリのマラーター勢力を包囲し、8月29日に、これを占領しただが、1744年3月に、 ホージャブドゥラーハーンが暗殺されると、ニザームの代官アンワールティンハーンが、大主の貢献役となった。同年7月には、サーダツルッダーハーン2世も暗殺され、ナワーヤとアサの直系の血筋が絶えると、アンワールティンハーンが、ニザーム王国により、新大主に任命され、アンワーリーアアサが成立した。これに激怒したのが、ナワーヤットケのチャンダーサーヒブだった。彼は、 サーダ・トゥラー・ハーン二世の義理のおじで、ドースト・アリー・ハーンの娘婿である自分こそが、新大衆にふさわしいと思っていた。彼は、フランスのジョゼフ・フランソワ・デュープレクスとチャンダー・サーヒブ、ニザーム王国のムザファル・ジャングラと結び、大衆を狙った。そして、1749年8月3日に、チャンダー・サーヒブは、フランス。 ムザファルジャングと連合して、アンワール・ティーン・ハーンとアンブールで戦い、これを廃止に追い込んだ。アンワール・ティーン・ハーン殺害後、その息子、ムハンマド・アリー・ハーンが新大使となったが、チャンダー・サー・ヒブも大使を戦し、二人の大使が両立する形となった。ムハンマド・アリー・ハーンは、イギリスと結んで、ティルチラ・パリィの城塞に逃げ込み、チャンダー・サー・ヒブは、フランスと結び、 第二次カーナティック戦争が勃発した。また、ムハンマド・アリー・ハーンは、イギリスの他にも、ニザーム王国の君主、ナーシル・ジャング、マイソール王国、タンジャーブール・マラーター王国とも同盟した。1750年4月5日及び1751年1月21日には、ムガル帝国の皇帝アーラムギール2世の直上により、ムハンマド・アリー・ハーンは、 アムアールティーン・ハーンの後継者であり、カルナータカ大使であると認められた。他方、チャンダー・サー・ヒブもムガル帝国の皇帝アフマドシャーに、大使くらいの助任を要請している。1751年から1752年に、かけて、チャンダー・サー・ヒブは、フランスの援助のもと、ムハンマド・アリー・ハーンの老上する、ティルチラ・パンディ要塞を攻めた。だが、チャンダー・サー・ヒブは、この方位に、 兵員の大部分を割き、首都アルコットが手薄となっていたため、1751年12月に、アルコットは、イギリスのロバート・クライブに奪われてしまった。1752年4月には、チャンダー・サー・ヒブ自身も敗れ、タンジャーブール・マラーター王国に援助を求めたが、同年6月12日に裏切られて殺害された。その後、デュプレクスは前線したものの、1754年8月に、 戦費の問題から帰還させられ、10月に和議が結ばれ、戦争は終結した。その後、チャンダー・サー・ヒブの息子レザー・サー・ヒブは、ナワーやトッケによる大衆くらいの奪還を目指して戦い続け、フランスから軍事的支援を受けた。だが、フランスが第3次カーナティック戦争により敗北したことで、イギリスの南インドにおける優位が決まった。そして、 1763年2月に第三次カーナティック戦争と並行して行われた七年戦争とフレンチ・インディアン戦争の講和条約であるパリ条約によりムハンマド・アリー・ハーンが正式に対主となった。ありがとうございます。